そう、ここはスネージナヤがリーウェイに開設した銀行だ。リーウェイはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ、貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うと、これは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと、桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そして君たちは真相のため。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？眼神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応、七星らしくない。おそらく。もしくは別の何かを隠すためかもしれない。詳細は俺にもわからない。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェイは眼神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェイで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。